ペレスルトラどうも、小三治です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は内通者の動画となります。ジャンプ本書の内容も含むのでご注意ください。では、早速行きましょう。久しぶりの内通者動画。なぜ久しぶりなのか。それは全然動きがないから。でも、1年生編が終わってしまった。内通者が暗示されたのは、夏休み、林間合宿の後、そしてクリスマスに根津校長が、この先連合に動きがあったとして、そこで何もなければ、というセリフを残しており、個性ハイスペックのスーパーブレイン、生粋のワンフォール側の人間、根津校長がそう言うなら、そうなんだろうと思っていた。これが内通者の唯一の伏線。全面戦争で内通者来るぞとなっておりましたが、内通者は現れず、戦争は終わった。怒涛の伏線回収。ほとんどの伏線が回収された全面戦争。マキアさんの麻酔の件で、ワンチャンあるかなと思っておりましたが、麻酔がやっぱり効いてしまった。内通者は回収されなかった。なんなら主人公は学校を去ってしまった。現在存在が確認できていない生徒は、青山くん、大次郎くん、高田の3名。ほとんどの A 組メンバーが登場している中、この3名だけ名前すら登場しないのは気になりますが、無理して登場させる場面でもないため、かなり微妙なところ。でも青山くんに関してデクと親友という設定もあるため、内通者関係なく登場しないのは正直意外。もしかしたら内通者考察はそろそろ触れちゃいけないやつなのかもしれない。根津校長の発言から何もなかったということは、内通者なんていなかったとなります。堀越先生目線、校長がわざわざ再確認するセリフを残すまでもなく、何もないことが内通者はいないことの証明。しかしオールフォーワンがタルタロスから脱獄した以上、状況が以前と全く違うと言えるかもしれません。 A 組の寮生活が始まったのは神の事件後、オールフォーワンがタルタロスにぶち込まれてから、内通者の行動と思われる行動はピタッとやんだ。つまりオールフォーワンと内通者がつながっている可能性は高い。現在トムラの肉体は寝ていますが、梅干しの肉体は不明。内通者が動くならこのタイミングなのかなとも思います。なぜなら生徒は皆ヒーローの心を持っているから。とは言っても他の動画でも述べていますが、内通者の伏線なんてあってないようなもの。誰でもフラット、誰でも内通者の可能性がある状態。ここからは皆さんの自由。否定も肯定もできない皆さんが誰でも楽しめる状態。でもハイスペックの個性、我々人間以上の頭脳を持つ根津校長がいないというのであれば、いないと言えると思います。僕の感想的には五分五分。しかし僕は1年 A 組が好きなので、内通者はいない方がハッピージャムジャムですが、もしいるとするなら青山くん派でした。しかしデクが学校を去ってしまった現状からうーんとなってしまったこの頃、以上内通者考察ナンバー306、もしかしたら最終回かもしれません。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。戦争がバイバイ。